はい、はい今日はですね、記念すべき5万人登録者のお祝いの会でございます。あ、牡蠣が蒸し上がりました。はい、はい、5万人記念のちょっと企画を始めます。で、前回も4万人記念の時だっけ。3か、前回やったのは3か。3に質問コーナーをやったんだよね。で、今回も何か新しい面白いことをとも思ったんだけど、うん、ちょっと思いつかなくってあの日頃から皆さんにたくさん DM で質問もいただくので、うん、ちょっとこれを機にもう一回質問コーナーをやることにしました。 そしてですね、今回この5万人を記念しまして、なんと私の職場の私の職場すっごく仲がいいんですけど、うん、その職場の先輩が T 先輩なんかね、もううちらの登録者数がね、なんかもう800人とか、なんかそんなぐらいの時から見てくれてたんだよね、うんうん、ずっとね張ってたんだって5万人になるの49,000なんか900何歩ぐらいから、うん、今日かなみたいな、で、あ、今日絶対今日だなみたいな感じでずっとこう見てて、5万人になった瞬間におめでとうって LINE くれて、わざわざ、うん、で、なんと何もなんていうの、事前報告なしに、うん、うちに急に宅配が届きまして、うん、祝いだるなんかこれポンってやったらバーンってなるやつ、デパートの開店みたいな、あ、時のやつだよこれね。なんか急に大きい段ボール届いて、何かと思ったらこれで、めっちゃ笑って、で、これをね、今日やろうと思ったんだけど、ケンがなんかもったいないって言い出してもったいない、もったいないよ、もうもったいないと、うん、もう達成した後にもらっちゃったから、うん、次達成したらやりたいっていう気持ちに、うん、もうなってきてて、それはちょっと、まあ大きな目標ですが、10万人行った時に開けようかなと、うん、そうだね、いうことになりましたので、ちょっと眠らせておきますありがとうございます。何年後になるか分かんないけどね、下手した、そうだね、いつになるか分からない、分かんないけど、こういうのが撮ってあるっていうことをちょっと覚えておいていただけたら、うん、今回その質問を募集したら1000件近くの質問をいただきまして、で、それをそれぞれなんか気になるやつをまたこの用紙にピックアップして、それをお互いこう質問するような形式でやっていきます。今日はお祝いですので、ひぬま夫婦が死ぬ前の日に食べたいものシリーズというつまみをご用意しております。かなり豪華、まあ品数はまあそうでもないけどね、うん、で、一つ目がこちらですね、本マグロ赤身、あ、危ない、しるしるしる、タチポンで、ケンのリクエストで生ホタテ、これ後から調理します。と、定番のホッキ先生、うん、と、今日はちょっと豪華にですね、タコしゃぶとブリしゃぶ、こちらいただきたいと思います。あと、まだ牡蠣がね、うん、今チンしたやつ、うん、あります。そして、あ、本日のお酒、お飲み物ですね、はい、こちらです。岩内のさ、キャンプ場に行った帰りに買ったんだよね、夜市で、うん、すごい、下になんか溜まってる、なんだろう、うん、ほら、これいい、いいものなのかな、いいんじゃない、うん、エゾアワ、うん、エゾアワっていうワインなんだよね、スパークリングワインなんだよね、うん、私のいとこの奥さんが、うん、もう半ソムリエぐらいそうソムリエじゃないんだけど、うん、半ソムリエぐらいワインに詳しくて、いろんな酒屋とか知ってんだよね、うん、あそこにあるあの酒がみたいなそうそう、で、その奥さんが一押しのワイン、白ワイン、スパークリングワインを本日開けたいと思います、うん、あれないね、開けるやつ、はい、じゃあ開けます違ったいやピーラピン私今でも一瞬見たけど全然なんか疑問に思わなかったちゃいますよ、エザーは、うん、こんなに飲めるかね、これ今日飲まなきゃダメでしょ、泡だから、そうだね、なんかサランラップ、いや、気抜けるしょ、あ、気抜けるか、何をサランラップさ、5万人おめでとうございます、ありがとうございます、
美しいね。では乾杯しましょうか。それでは皆さん、いつもありがとうございます。おめでとう。おめでとう。乾杯。乾杯。ナイアガラの香り。ケン、この間ナイアガラってブドウだよねみたいな感じじゃなかったなんですぐ自分のものにすんのうまい。いただきます。いただきます。やばいって、タチポンうますぎ。あ、やばい、ね、これは死ぬ前の日確定だ。プロじゃない。これプロってきてるね、うん、塩でいただきます。すごい血っぽい。なんかたまたまだけどさ、今日11月22日なの。うん、いい夫婦の日です。そうやりますか。うん、どっちから行く。ケンからでいいよ久々だな、この。さっきこれ書きながらケン一人でなんかクス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 笑って自分も笑ったじゃんなんか3つのわけだね、カテゴリーを。キャンプ、夫婦、その他っていう感じで、うん、最初キャンプ系の質問でいきます。はい、車買わないんですか。あそれ私も入れた。めちゃめちゃあった。めっちゃあった。うん、みんなそんなにうちらの車やばいと思ってやばいって思われてんのかな。やっぱだってすごい来るもん、うん、車は買い替えないんですか、うんあのノートさんなんですけど、うん、もう16年ぐらい前の車なんだよね。あでもキロ数はそんなに走ってないんだよね、うん、だから全然いいんだけど、うん、多分燃費は良くないよ、ね、良くないよね多分ね。あとドライブレコーダーもないし、あなんか後ろが見えるやつとかももちろんないし、うん、ないね。駐車するときに、あとカーナビもないし、うん、カーナビないしこれ？あ、そうそう、エンジンはなんか、うん、こうやって、こういうこのガスコンロガスコンロタイプなんかね、確かにね、うん、なんか友達の車とかたまにこう見せてもらうとさ、うんうん、おー今時の車これなんだ。そうあとあれじゃない？高速のさ、あ、そうそうそう、うん、ETC がないの。 ETC ついてないよね。毎回一般でチケット取ってみたいなお金払ってみたいな。あのいろいろボロが出てきてるんだよね、他にもいろいろ。この間さ、なんかドアのさ、あーそう、縁が取れたって。そう、ドアの縁のなんかゴムみたいなやつがベローンって取れたりとかして、いろいろボロが出てきてるので、うん、次の車検のタイミングで、そう、乗り換えようかなとは最近思い始めました、うん、もう壊れるまで乗ろうって思ってたんだけど、愛着が湧いてるから、うん、別にキャンプも行けてるし、うん、いや不便はそこまで、そんなキャンプ、そうそうそう、キャンプに関してね、そうそうそう、うん、でも、うんまあ、普通にもうボロが出すぎてるから、うん、なんかたまに変な音とかするしね、うん、買い替えようかななんとは思ってますが。でね、そのどんな車が気になってますかっていう質問もあったのさ。ね、ミニバンみたいな感じ、うんうんうん、あのボクシーとかセレナとかステップワゴンとか、うんうん、ノアがいいかなとか思ってるけど、まああのハイエースだったり K のバンみたいな、うんうん、そういうのもまあちょっと気になるかな。あとは普通に SUV ってどんなやつだっけ。ちょっと大きい車みたいなやつ。そうそう、ちょっと大きいような、なんか後ろちょっと長めのみたいな、うん、オデッセイとかフォレスターとか、なんかそういう、いやでもね、でも多分そのファミリーカータイプっていうか、どうせ買うんだったらね、物結構入った方がいいし、うん、なんなら車中泊とかもちょっと俺は興味があるから、そうそうそう、うん、それもいいな、うん、すごい車中泊に興味があって。そう、車中泊してみたいんだよね。どうしても車中泊がしたいのって、うん、でよく言えばハイエースを改造っていうか、まあ、あのよくあるよく、ねうん、なんか皆さんがやってるやつ、うん、改造して、うん、こう車中泊トリップみたいな、そうそうそう、まあ、したいんだって。そう、なんか私がなんか若干閉所恐怖症っていうか、うん、なんかね、天井低いとこで寝れないんだよね、うん、テントってワンポールテントだと天井が結構高いから全く気にならないんだけど、なんか圧迫感があると寝れないから大丈夫かなっていう感じで、そこまでケンほど欲はないんだけど、ケン、うん、がとにかく車中泊に興味があるっていうことで、うん、
まあでもハイエースは私が運転できないから嫌だって。そうスーパーとかにもさ、ははは気軽に乗っていけないから、2台持ちとかはできないから、うん、車のその1台になっちゃうから、うん、私が買い物行く時もそれ乗んなきゃいけなくなるから、うん、それほど大きいのじゃなくて私でも運転できるぐらいの ミニバンみたいな、うん、そのボクシー、やっぱボクシーが有力かなと思ってるけどね、うん、中古ね、中古の、うんうんうん、中古で買おうと思ってる、中古で買おうと思ってる、うん、なのでもしそういうの乗ってる方がいておすすめがあれば、いやそうそう、すごい気になる。あ、てか皆さんの乗ってる車知りたい、気になるね、うん、めっちゃ知りたい。なんか私とケンは、うん、そんなに車詳しくなくて、正直、うん、全然詳しくない、うん、でもちろん調べるんだけど、なんかもしキャンプ向きのおすすめの車があれば、うんうん、あとなんか今後数年後に子供がもしできたら、うん、とかも考えて使いやすいやつがいい、うん、なんかかっこいい、見た目がかっこいいとかってよりは便利な方が好き、うん、なんだよね、うん、なんかさ、周りのさ、子供いるそのファミリーがさ、よくなんか言うのがやっぱスライドタイプがめちゃめちゃいいっていう話よく言う、うんうん、スライドタイプの方がいいかなと思ってる、ね、抱っこして荷物持っても開けれるやつとか、うん、っていうので考えてます、はい、次、はい、長い長多分1個長い、7分ぐらい撮った。ダメだよこんな長いの、カットだよカット。次に欲しいギアもしくはテントは何ですか。はいはい、はい、ツールームテントが欲しい。いや、もうこの前買ったばっかじゃん。だからいつか、もう来年、1年後とか2年後とかの話、うん、まあうん、いやちょっと早すぎるような気がする、ね、1年後とか2年後の話、うんうんうん、だよ、うん、1年後だったら秋、まあ、2年後でいいや。じゃあ、いやなんかさ、私キャンプ始めるときにさ、うん、テント何個も持ってる人見てさ、うん、え、1個買うのでもかなりさ、うん、なんかすごい大きい買い物だじゃん、うんうん、なのに2個も3個も4個も5個もなんか持ってる人いるじゃん、うん、見てもうどんな富豪と思ってたんだよね、うん、1個で精一杯だなと思ってたんだけど、うんうん、なんかこれまたね、不思議なことに、うん、いろんな形が欲しくなるよね。ハマってるね、沼に。でも買ってないから、うん、違うの、別に欲しいと思ってなかったんだけど、うん、あ、一番最初もともと私はアルニカが欲しかったの。そうだ、どうしても欲しかったの、可愛いから、かまぼこみたいな形の。そうそうそう、うん、なんだけどずっと言ってるね、それが買えなかったから、うんうん、目の前にあったゼクちゃんに一目惚れしてゼクちゃんを買ったんだけど、 そう、うん、そのなんかアルニカを買いたかった気持ちみたいなのがちょっとあるのと、まだ残ってる。この間あのいとこ夫婦が最近、うん、なんか私たちの YouTube このね、あ、そうそう、この反ソムリエのいとこ夫婦が私たちの YouTube の影響でキャンプを始めたんだよね。めっちゃ嬉しかった、うん、ちょっと泣きそうになったよ、ね、そう、うん、で、コールマンのツールーム、なんかよくある本当にスタンダードなコールマンのツールームの、うん、テントを買ったの、うん、その夫婦が、うん、で、片方がもう超広い寝室で、うん、片方がリビングになってるんだけど、うん、そのリビングにテーブルを置いて椅子を4つ置いて4人でご飯を食べてもすんごい広かったんだよね。快適だった。で、こんなに快適と思った。そう、普通に立ってうろうろしても誰も頭も引っかからないし、うん、そのうちらワンボールテントしか使ったことがなかったから初めてツールームとか、うん、ってかああいう形のに入ったんだけど、なんかねちょっと憧れちゃった、うん、立てるのはやっぱりワンボールの方が楽だけど、うん、1年以上後最低でも1年は空けた方がいいと思う。早すぎる。はい、怒られるので1年以上後に買います。買うかもしれません。怒られますのででね、その話の流れで、うん、なんかそのキャンプギアを買うときとか、うん、まあ、日頃もそうなんだけど、家計の管理はどうされてますかっていう質問があったんですよ。基本的に俺もそれ書いた大変申し上げにくいんですけども、健太郎さんが細かいお金の管理をしておりましてお金の管理、いや別にお金管理してるわけじゃない、まあ、お金の管理ってほどではないけど、うん、なんかお小遣いとかありますかみたいな質問があって、うんうん、あった、うん、お小遣いはないよね俺らね、うんうん、お小遣いないんで、だから家計の管理っていうのは別に申請制、なんかこれ買いたいんですけど、うん、そういいよ二人でなんかちょこっとこう話し合って決定する、うんうんうん、だから基本的になんか必要なものだったらこういう話し合いとかもなく買ってる。何必要なものって、あ、なんだろう、うん、いや、でもね、食品以外の
5000円以上のものは絶対相談してる。ああ、まあそうだね、うん、服とか。そうだ、うん。いや、なんかちょろっと帰りにユニクロ寄ってさ、うん、あ、このなんかセーター可愛いなと思って、それが1ケッパだったら県に言わないよ、それは、うん、帰ってきたら言うけど、うん、5000円以上の服は言うね。突発的にまずさ、欲しいって思うものがないでしょ。多分1年前ぐらいから、これいいよねから始まって、半年ぐらい前から、いや、これちょっと欲しくないみたいな、どっかのタイミングで。ようやく1年前は言い過ぎ。なんかその楽天のスーパーセールみたいな、なんかこうブラックフライデーみたいなのが来て、今買い時じゃないみたいな感じになるじゃん。まあね、うん、いや、それはもう必要なものだから買おうみたいな、うん、毎回そういう流れじゃない、うん、でも、うん、なんだろう、私は日々の節約は結構私はやるの。あの、基本スーパー、仕事帰りにスーパー寄って帰ってくるのとかは私だから、うん、今週食費使いすぎだなとかで、生活費みたいなのを考えてるのは私だけど、うん、その家全体の貯金とかを把握してるのはケン。生々しいよ。いや、そういうことだっていつもできてる。あ、そうか、そうか。別にいいじゃん、だって貯金はみんな、貯金は多少こうみんなするんだからさ、うんうん、私はあんまり、あれ今どれぐらい、あれ今月いくら貯めなきゃいけないんだっけとかは、うん、とにかく日々で節約しようって思ってる、うん、でも家全体のお金とかはちょっとなんかやんわり、あれあいくらだったっけみたいな感じ。ケンがそういうのはこうちゃんとやってくれてる、うん、なんかまあ分担みたいな感じだよね、うんうん、得意不得意があるからね。ケンは、うん、あの数学が得意で、私は計算が遅い。本当にもう2桁引く2桁はできない。計算とかの話じゃないよ別に。じゃあ48引く25。48引く25、23。そういう話じゃないから。全然そういう話じゃない。ちょっと待って、尺やばいやばい、2つ目だよまだ。次、いやもう3つ目めちゃ地味に3つ目だったので、これさ、前半後半みたいな感じで分けるってのはどうなんだろうね。そうしよう、そうしよう。だって長くなっちゃうもん。はい、じゃあ次いきます。キャンプギアについてですが、今まで総額いくら使いましたか。いや、分からんそれは。これはさ、質問の意図っていうかさ、まだキャンプ始めてない人なのかなと思ったの。うん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 、うん、で、総額いくらぐらい かけてキャンプ始められるもんなのかっていうのを知りたいのかなって思ったから、最初俺らが行った時に買ったギアの額伝えたらいいのかな。わかんないっけ。あ、ざっくり。ざっくりいいかな。いや、でもあれ家にあったやつだもん。そうなのよ、だから。でもでもそれの値段わかるから、うん、それでざっくり言うと、ペレが確か6000ぐらいだっけ。ペレ6000ぐらい。で、あのコールマンのタープが12000ぐらい。2000〜3000じゃないかな。うちらが一番最初に行った時で、あんまり見た目とか気にしてない時ね、うんうん、まあちょっと今のはごめんなさい、ペレに失礼だった。今のめっちゃ失礼じゃない、うん、ペレに。いや、でもペレは別に見た目重視じゃないから、ペレもそんなの望んでないと思うよ。望んでない？うん、いい？うん、怒ってない？例えばその娯楽にお金を使ってない、例えばさ、眺める用のランタンとか、今もないけど、うん、そういうのとか買わず、うん、本当に最低限のもの、そう、寝床、椅子、テーブル、焚き火台、5万から7万ぐらいだと思う、うん、でも最初からちょっとやっぱりこだわったものを使いたいっていうパターンだから、ゼクちゃんを買うとかだったら、うん、ゼクちゃんだけで8万4000ぐらいはしたから、そう、うん、ってなるとやっぱ12、3万、その、うん、テント、ゼクちゃんのテントプラス5万ぐらいあれば、椅子もテーブルもランタンもいろいろ揃えれるとは思うから、うん、一番でかいのはやっぱテントだもんね、うん、だからテント以外はやっぱりそんなかからないっていうか、寝袋も夏用だったら、てかそもそも夏だったら寝袋いらないし、うん、別にただね、家からブランケットを持っていけばいいからね、うん、だから10万ちょっとぐらいでいけるよね、うん、っていう感じですかね、ざっくりですけど。ちょっとブリシャブやっていいかい。あ、いいっすよ、いいっすよ。じゃあその間ホタテもやっていいか。いいっすよ、いいっすよ。こちらのこれ最初しゃぶしゃぶ、昆布で出汁を取りました。うわ、炙ります。炙ったホタテをせまして、で
今温めてるソースがあるんですけど、ケンほんとすごいよね、ソース自作。うわうわー、量なんだそこは。でも記念日だからいつもと記念日変わった感じで食べたら面白いんじゃないかな。うわー頭いい、頭いい。これどうどう、え、すごいフレンチみたい。で、で好きだね。よっしゃアホだね。これでどうですか。ちょぜひぜひぜひちょっと先にこれお願いしたい。いただきます。うんうん。多分生ホタテだからそのまま食べてもめちゃめちゃ甘くてうまいんだけど、やばい店だ。え、なにこれ。ニンニクとレモンとバジルと塩、めっちゃシンプルな味付けなんだけど、これフレンチとかで出てくるやつ味する。これ絶対うまいよね。いただきます。めちゃくちゃ美味しい、天才だと思う。え、シェフになれる、シェフになれる。ホタテの繊維ビーンなってない、なんかこうビーンってなんか余韻に浸る間もないな。まあまあこれもうーん、ブリシャブ。え、臭みない。お二人の夢は何ですか。いやこれ私ね、夢にも段階があるじゃん。叶いそうな夢と、はいはいはい、叶わないだろうけど言っとくみたいな夢と。ドサンコワイド出ることってよく言わないけど、うん、これはどのレベルよくっていう。いやそれはね、うん、1年前はドサンコワイド知らない。あ、ドサンコワイド知らないですよ。ドサンコワイドっていうなんかもう北海道の人なら誰もが知ってるローカル番組があって、なんかそれに出るのが夢だった、うん夢だったの。いや今もそうでしょ。いや今も夢なんだけど、今活動されている日にも夫婦さんですみたいな感じで、もし呼ばれたらすごくないっていう話は喋ってたの、うん、一つの夢だねそれは。なんか、うん、なんかずうずうしいじゃんこれ言ったらさ、なんか出るために出たい、出るために言ってるって思わないでほしい。じゃあドサンコワイドの話抜きで、あの叶わない夢の方で、うん、なんかね、私が思ってたっていうより視聴者の皆さんがあまりに言ってくれるから夢になってきたっていう感じなんだけど。あーなんか分かったかもしんない。出ていけ。札幌クラシック。なんで噛むの。何クラシックって何さっき。いやめちゃいいね、うん、ごめんなさい本当に、うん、なんかこれで不快になる人がいたら本当にごめんなさい。なんか叶わない夢としてね、長くなってきましたので一旦ここで止めます。これを前編としたいと思います、はい、もし後編も見たいと思ってくださる方がもしいれば言いましたらよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。